ザレビッチが好き放題してるってのは本当だったんだな。ヤツはゲリラの協力を得てるわ。何年も前から内戦が起きる数年で、だからヤツは火に油を注いだだけ。果てたね。まあそうね。これでジンを探すために街を破壊したって気づかれないわけよ。ネイト、もしもし。ああ、聞こえてる。おじけづいてるわけじゃないわよね。この俺が？まさか。よかった。やつらと関わるのはもううんざりよ。地図は？ああ、ある。じゃあ市場に来て。あそこなら邪魔が入らないわ。ああ、了解。おっと、敵さん来ました。何してんのよ、うまく負ける。もうかまほられる寸前だよ。くさい。ネイト、大丈夫？大丈夫じゃない。こっちのはずだな。やつを探せ。くそ。行け行け行け。やつはこの辺りにいる。油断するな。太陽撃て。中止だ。やつらをやる。それはお前の首だ。オーケー、あとはクロエを探すだけだ。まあこっちへ行けないってわけだな。ナイスパーキング。
なんてこった。もっと探せ。伏せろ伏せろ。うわあげるな。結局いつも私が尻拭いよね。まあ拭う価値のあるケツだろ。あら、ポケットに入ってるのは古代チベットの黄金と。いや、お前に会えて興奮してるだけだ。これが全ての鍵なわけね。その通り。マルコ・ポーロのパスポートだ、シャングリラへの。これでどうするの？ああ、それはこれから考えるんだ。とにかくラザレビッチもこれがなければ何もできない。彼を見くびらない方がいいわ。あいつとフリンはこの街をめちゃくちゃにした。ジーンだって片っ端から潰しているはず。この先どうするつもり？ネイト、ああそういうのやめてくれない？これを見ろ、このマーク。何？同じだ。確かに似てるわね。だから何？
マルコ・ポーロはこうやって次の手がかりを見つけた。探してる寺院にはこのマークがついてるはずだ。つまりそんな寺院を見つければいい。わかってる？寺院なんて何百もあるのよ、この町中に散らばって。だから見晴らしのいい高台を探せばいい。そうすればあっという間に見つかるだろ。近くにホテルがあるけど。クロエ、そんな時間はないよ。この町で一番背が高い建物なのだよな。もちろん行ってみよう。すごくいい考えだ。ついてきて。はい。全然ダメ、鍵がかかってる。待ってろ、別の道があるか探してくる。ここからホテルが見えるぞ。ええ、あと少しで着くわ。下がってろ。どうやらあなた一人でできたのね。ナイス。よし、ちょうどいい。あのはしごに届きそう。おい、そのケツの上に座ってるとはもったいない。どうぞ、私はあなたに何もしないなんて言わないで。来い、こっちだ。行け。オッケー。行け、早く。爪が汚れないことに。なんてジェントルマン。死んでないからちゃんとお願いしなさいよ。